主、坂本冬美56が9日、東京、目黒区の居酒屋チェーン店、庄屋の目黒408店で、ファンクラブの抽選で当たった36人を前にミニライブを開催。10日発売の新曲、再会酒場など3曲を熱唱した。写真、坂本冬美が再会したい人、スノーマンの目黒蓮。開けて巣ごもり達者でいたか、艶のある歌声に、ファンはまだマスク着用ながらも、冬美ちゃん、と口々に声援を送った。坂本は、皆さんの応援と笑顔をいただいて本当に幸せ。これからもいたわり合って生きていきましょう、と呼びかけた。8日に新型コロナウイルス感染症の法的位置づけが季節性インフルエンザと同じ5類に移行。新曲は酒場や日本を元気づけるタイムリーな応援歌となる。お酒はいける口の坂本は囲み取材で、新曲のタイトルに合わせ酒場で再会したい人を聞かれると、少し考えた後、笑顔で、もし可能ならば、スノーマンの目黒蓮くん、ときっぱり。現在26歳で人気絶頂のイケメン男子の名前を挙げ、3、4年ほど前にスノーマンが歌うのを見てから、目に留まった。一度でいいから、一緒に飲みたいと思っている。多くの女性もきっとそうでしょうね、と熱望した。男性アイドルでファンになったのはタレント、田原俊彦、60以来だそうで、ビビビッと来たのは、田原さん以来。目黒くんは優しそうだし、昭和の男のような男気を感じる、とうっとり。トシちゃんそっちのけの勢いで、目黒蓮ラブを強調した。新曲を出すのは約1年ぶり、実は1年前の新曲と同じ時期に完成して、発売日は以前から決まっていたんです。5類以降に合わせたわけじゃないんです、と舞台裏も告白。大先輩の演歌歌手、吉幾三、70からはコロナ禍で数ヶ月に1回は酒に酔って、お前は一人者だからな。安否確認だ、と電話があったことも明かし、吉の代表曲、酒よ、も披露した。ライブの後には割烹着姿でファンと一緒にお酒で乾杯するサービスも、私は陽と同じことを喋り、ちょっと怒って最後は泣く。厄介な女なんです。だから、そうならないよう、2杯までと決めています。と最後まであっけらかんと冬美トークを展開した。